旅が楽しくなる日本百名城。日本百名城をご紹介していきます。お城番号20、桜城。老中土井利勝の居城として知られている桜城は、千葉県佐倉市城内町にある標高35メートルの連閣式平山城です。標高30メートルの鹿島山の西端部に築かれ、西側と南側を囲み込むように鹿島川とそれに合流する高崎川が流れ、北側には印旛沼に至る低湿地が広がっていたとされます。別名を下草、鹿島城、鹿島山城。これは鹿島三木種が最初に築城を始めたためです。戦国時代、元桜城主千葉近種が大王子にあたる鹿島三木種に命じて築城を開始しましたが、近種が小田原城主北条氏康に敗れて捕らわれると暗殺されたために工事は中断。暗殺したのは同じ千葉一族の原近三木とも言われています。その後しばらくして千葉国種の代にも工事が試みられましたが、1585年就寝中に短刀で刺されて6日後に死去するなどし、国種の暗殺によって再び頓挫、未完成のまま戦国時代の終わりを迎えました。1610年、徳川家康の命を受けた土井利勝によって築城が再開され、桜城が完成しました。江戸時代は江戸城の東を守る要所として重視され、桜藩の藩庁が置かれていました。城主は江戸幕府の要職に就くことが多く、さらに初期は城主の入れ替わりが激しい城でした。江戸初期に城主であった堀田正助が11万石で再入法してからは安定した藩の経営を行っていました。1813年には盗賊の失火により天守が焼失。しかし城跡には本丸、二の丸、三の丸やさらにその外縁部の椎木曲輪、天神曲輪などの多くの曲輪の形状が広大かつ良好に残っています。また巨大な馬出し空堀や天守跡、銅矢倉跡の土塁形状や水堀に守られた西出丸、南出丸の形状なども良好に残存、桜城の見どころの一つといえます。江戸時代には江戸を守る要衝の地として、桜城には代々譜代大名が封ぜられています。老中、大老といった幕府の要職に就くと桜に移されるという傾向があり、城主の交代が頻繁に行われ、9か20代の桜城主が誕生していますが、そのうち9人が老中となっています。桜城は石垣を一切使わずに築かれており、印旛沼を外堀の一部にしています。また天守は建てられず、記録によると本丸跡には34階、地下1階の天守がありました。三重櫓、御三階櫓を天守の代用としていたそうです。現在は桜城址公園として整備されており、国立歴史民俗博物館が建てられています。明治維新後に廃城令により建物のほとんどが撤去され、その後帝国陸軍歩兵第2連隊、後に歩兵第57連隊、通称桜連隊の駐屯地となりました。1962年3月28日に市の史跡に指定され、現在跡地は桜城址公園として整備されています。城の北西端に国立歴史民俗博物館が建っており、東端には出土遺物や明治初期撮影の縄文櫓の古写真、城の模型が展示される桜城址公園センターがあります。城址公園内に立つ銅像は1825年に桜藩の藩主になった堀田正敏です。日米修好通商条約を締結しようと奔走した人物で、日本を開国へと導きました。彼が亡くなった場所も桜城内の三の丸御殿だったそうで、この銅像も三の丸に位置しています。桜城のシンボルは復元された角馬出しという遺構です。角馬出しとは、城の出入り口の外側に兵を貯める張り出し空間を設け、その周りを土塁や空堀で囲み守りを強固にしたもの。この空間があることで攻め手の兵に反撃しやすく、さらには守り手の兵を後方から支援できる優れものでした。空堀は6メートルもの深さがありました。現在は安全のため深さ3メートルほどに整備されています。桜城は石垣を一切使わずに築かれたとお伝えしましたが、その理由は関東一帯が
関東ローム層という粘土質の土壌に包まれた立地のためでした。関東平野を広く覆う火山灰起源の地層群で、ツルツルと滑りやすいのが特徴。そのため石垣を築く必要がなく、土造りの城が多く見られます。中でも桜城はその規模が群を抜いていました。クルワ館に設けられた空堀は他の城に比べて深く、そして幅も広いです。攻略しようと空堀に挑んでみても、足を取られてうまく登れず、そのあまりの巨大さに心が砕け散ってしまいそうになります。まさに桜城は守りに固い城だったのです。千葉といえば舞浜を真っ先に思い浮かべてしまいそうですが、他にも魅力的な観光スポットがたくさんある場所です。そのいくつかをご紹介していきます。香取神宮、茨城県の鹿島神宮、行須神社と合わせて東国三社と呼ばれています。関東屈指のパワースポットとしても注目され、遠方からもたくさんの方が参拝に訪れる人気の神社です。成田夢牧場、夏の間7つの会場で総数約11万2000株のひまわりが咲き誇ります。またヤギや羊の餌やりのほか、牛の乳搾り、乗馬など様々な体験ができるファミリーにおすすめのスポットです。鹿島神宮、紀元前660年創建と伝わる古社で、行須神社、香取神宮と並び東国三社と称されています。御祭神は武芸の神様であるため、必勝祈願に多くのアスリートが訪れます。本殿から先は鬱蒼とした杉林が続き、その中に鹿苑や奥宮、みたらし池があります。静かな散策を楽しめるスポットです。航空科学博物館、日本初の航空に関する博物館、実際に使われていた旅客機の胴体などを展示しています。整理券をもらえばジャンボジェットの大型模型を後部のコックピットで操縦体験させてもらえます。5階展望展示室からは成田空港を離着陸する航空機を眺めることもできます。成田山、新勝寺、真言宗智山派の大本山で、関東三大不動の一つ、弘法大師作と伝わる不動明王像を本尊とし、成田のお不動様の名で親しまれています。出世開運、家内安全、商売繁盛など幅広いご利益でも有名。境内には仁王門や三重の塔などの重要文化財が立ち並びます。大本堂奥には自然公園が広がり、散策するのもおすすめです。牛久大仏、関東平野を見守る高さ120メートルを誇る仏像で、青銅製立像では世界一高いとしてギネスブックに登録されています。奈良の大仏が手のひらに収まるサイズというから驚きです。庭園式の境内も綺麗に整備されていて歩きやすいです。犬吠埼灯台、明治7年英国人灯台技師リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計によって完成した灯台。大型一等レンズを使用した光は約 36km 離れた会場からでも認識できるそうです。水郷の町、佐原、かつて川越市、栃木市と並んで関東三大小江戸に数えられた佐原、小野川にはサッパ船が浮かび、川沿いには江戸風情を感じる建物が軒を連ねます。日本を歩いて回り、日本地図を完成させたあの伊能忠敬が住んでいた町です。現在も彼が30年ほどを過ごした母屋などが伊能忠敬旧宅として残っています。こちらはまた別の動画でもご紹介をします。チャンネル登録をしてお待ちください。船橋アンデルセン公園、デンマークをイメージした日本有数のテーマパークです。東京ドーム約8個分の広い園内は5つのゾーンに分かれ、美しい花が咲き誇ります。長さ50メートルの大滑り台やベルヘンの丘ゾーンの大きい風車は見応えがあります。九十九里浜、房総半島の東側、太平洋に面し約 66km にわたって広がる九十九里浜、いくつもの大型海水浴場を有し、都心からのアクセスも良好とあって、家族連れからカップルまで年間を通して多くの人でにぎわう活気あふれる観光地です。海ほたるパーキングエリア、海ほたるは神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ東京湾アクアライン上にあるパーキングエリアです。パーキングエリアでありながらも
フードコートやお土産屋さんをはじめとした施設の充実ぶりはサービスエリアに匹敵するものがあります。そのため単なる休憩スポットとしてだけでなく、海ほたる自体が観光スポットとしても機能しているのが特徴です。また川崎側と木更津側のどちらから訪れても U ターンできることが観光客の利便性を高めています。まだまだ紹介し尽くせないほどたくさんの魅力がある千葉県の観光スポット、ぜひ足を伸ばして訪れてみてください。次回はお城番号21、江戸城をご紹介します。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録を忘れずにお願いいたします。旅が楽しくなる知識を発信していきますので、通知をオンにして楽しみにお待ちください。